スライダー見送ってボール。ブラゼル集中しています。フルカウントから投げた、打った、バラ伸びる、ぐんぐん伸びていく。ブラゼルセンターフライに終わりました。右バッターボックスは5番 GG 佐藤。第1球を投げた、まっすぐ決まった、ストライク、アウトコース高めいっぱい。初球ストライクから投げました、内角直球ストライク、バッター追い込まれました。ツーナッシングから投げました、インコース詰まらせた。レストビッチ手を挙げてファールグラウンド、ボールを掴みました。杉内ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。4回が終わって5対1、ホークス4点リードは変わりません。ソフトバンクこの回は2番からの高打順です。先頭バッターは2番本田、これが3打席目になります。インサイドついてボール投げました、ボール、アウトサイドわずかに外れた、ノートゥー。第3球を投げました、ストライク、膝元厳しい球、ワンエンドツーから投げました、外際どいボール、外角見送ってフォアボール、いきなりフォアボールを与えてしまいました。バッターはベテランタムが今日3打席目。スライダー決まってストライク、一塁へ牽制球を送ります、セーフ。さあ2球目、直球ボール、アウトコースへ打ちました、ライト作りました、ボールは中継へ。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。左バッターボックスは2番松永、直球ストライク高め、まずは初球決めてきました。第2球を投げた、ボール、スローカーブ外れました、アウトコース低め際どいところ、投げた、膝元変化球ストライク、ツーエンドワンと追い込んでいます。低め判定はボール、ツーストライクツーボールです。平行カウントになって投げた、打ちました、二塁送る、二塁アウト、ファースト転送、一塁アウト、ダブルプレー成功。5回表が終了して5対1、ホークスこの回無得点です。5回の裏4点を追いかけます。ライオンズの攻撃、この回の先頭バッターは中村、これが2打席目になります。スライダーはストライク、さあ次の投球です。スライダーはストライク、インコースへ、バッター追い込まれました。第3球を投げました、高めボール球打った、一塁送球アウト、ワンアウト。バッターは DH の栗山、今日2打席目、投げました、ボール、これはわずかに低いか、投げました、ボール、外れました、栗山よく選んでいます。ノーツーから投げました、ボール、低めわずかに外れた、投げました、ストレート打った、田上両手を広げてファールグラウンドで取りました。栗山キャッチャーファールフライに倒れました。右バッターボックスは8番細川、これが2打席目になります。外角際どい球、ボール、ボール、外れた、細川よく見ています。第3球を投げた、ストライク、インコース厳しいボール。第4球を投げた、スライダーストライク。さあ5球目、ストレートはボール、内角へフルカウント、2エンド3から投げた、内角ボール球打った、アウト、3アウトです。杉内ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。前半終わって5対1、ホークス4点リードは変わりません。ここでタイムです。星野降板、小野寺今日3人目のピッチャーとして登板です。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回のトップバッターは国保、これが3打席目になります。スプリット外れたボール、アウトコース低め際どいところ、さあ2球目、外れたボール、国保集中しています。投球3球目、スライダーはボール、国保よく選んでいます。投げました、打った、ボカチカ落下点構えて取ってアウト、ワンアウト。バッターは6番柴原、今日3打席目。第1球を投げました、初球流し打ち、柴原初球打ちはサードライナーでした。バッターは7番レストビッチ、これが3打席目になります。投げました、直球ボール、まずはインコース高め。さあ2球目、ボール、スライダー外れました。第3球を投げました、低め直球外れてボール。
さあ4球目、際どい球選んでフォアボール、ストレートのフォアボール、バッターは8番田上、一塁牽制セーフ。第1球を投げました、アウトコースわずかに外れてボール、投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク、ワインドアップ、スプリットボール低め、ワンストライクツーボールです。さあ4球目、ストレート見送ってボール、田上よく見ています、一塁へ一つ牽制球を送りました、セーフ。第5球を投げた、インコース引っ張った、ファールボール、一塁ランナー自動的にスタート、打った、結局一塁残塁で終了です。6回の表が終わって5対1、ソフトバンクスコアボードに0の文字が入ります。ライオンズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番五ヶ島、今日2打席目、1球目ストライクから投げた、直球見送ってボール、わずかに内側、第3球を投げた、インコース詰まった、一塁送る、アウト、ワンアウトです。打順は1番に帰って片岡、第1球を投げました、ストライク、熊本厳しいボール、まずは初球決めてきました、第2球を投げました、打ちました、見送ってボール、次は4球目、外角低め打ちました、レフトボールを掴んでアウト、2アウト、バッターは2番赤田、投げました、膝元直球ストライク、初球まずは入れてきました。さあ次の投球です、真ん中高め直球ストライク、あっという間にクーラッシング、第3球を投げました、内角低め空振り三振、赤田スイングアウトの三振に倒れました。杉内、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。6回が終わって5対1、ホークス4点リードは変わりません。ここでタイムを取りました、小野寺マウンドを降りまして、山崎今日4番手としてマウンドに上がります。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは9番大村、今日3打席目、投げました、変化球ストライク、アウトローへ、投球3球目、ストレートはボール低め、次は4球目、投げました、引っ張った、さあ5球目、スライダーボール外角低め、直球空振り三振、まずは三振に切って取りました、アウトコース高めいっぱいストライク。さあ次の投球です、インコースのボール左へ、これはヒットになります、ボールは中継へ。さあワンアウトからのランナーが出ました。さあ1球目、スライダー外れてボール、第2球を投げた、内角際どいボール、一塁牽制球を送ります、セーフ。第3球を投げた、ボール直球外れました、第4球を投げた、ここは選んでフォアボール、山崎ストレートのフォアボールを与えます、ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。そしてバッターは田村、さあ初球直球外れました、さあ2球目、直球打った、セカンド掴んだ、二塁送球、二塁アウト、一塁もアウト、ダブルプレー、これでスリーアウト、山崎抑えました。満員の西武ドーム、ライオンズファンの願いが詰まった青いジェット風船が今舞い上がりました。7回の裏、ライオンズラッキーセブンの攻撃、この回の先頭バッターは中島、これが3打席目になります。直球ボール、まずは内角高め、第2球を投げた、ボール、ノーツーから投げました、ボール外れました、胸元際どいところ、空振り巨人、ワンスリー。さあ投球5球目、アウトロー変化球ストライク、ボールカウント2-3、投げました、結局フォアボール、いきなり歩かせてしまいました。バッターは4番ブラゼル、今日3打席目、直球決まってストライク、
投げました。チェンジアップ外れました。ボールカウントワイエンドワン、ワイエンドワンから投げました。直球ストライク、バッター追い込まれました。さあ4球目、外へ逃げるスライダー、空振り三振。杉内この試合4つ目の三振を奪いました。投げました。カーブはボール、まずは低め、ノーストライク、ワンボールです。第2球目はボール、高めわずかに浮いたボール。投球3球目、外角高め打った。セカンドフォースアウト、ファーストへ一塁マウント、ゲッツー、スリーアウトです。杉内ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。7回が終わって5対1、ライオンズラッキーセブンは無得点で終わりました。これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは DH 松中、これが4打席目になります。第2球を投げた、カーブ決まってスマッシング。第3球を投げた、直球を投げた、インドを打った、ワンアウト。バッターは5番国保、今日4打席目。さあ初球ストレートはボール、まずは高め。さあ次の投球です。変化球ストライク、インローへ、ワイドワン。さあ3球目、ストレートはボール、ストレート見送ってボール、ワンスリー。さあ5球目、真ん中低め直球ストライク、投げました。結局外れてフォアボール。フルカウントから選びました。ワンアウトランナー一塁に変わります。バッターは6番柴原、直球見送ってボール。さあ2球目、決まったストライク。第3球を投げました、打ちました、ボールを掴んだ。セカンド2塁フォースアウト、1塁はアウト、ゲッツー。今日3回目の併殺でこの回を終えました。8回表が終了して5対1、ソフトバンクこの回無得点です。ここでタイムがかかります。さあここは守備を変えてくるようです。これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは6番中村、投げました、ストライク、投げました、チェンジアップはボール、外角へ。第3球を投げました、チェンジアップはストライク、左バッターボックスは7番栗山、今日3打席目。第1球を投げた、スライダー外れました、打ちました、バットの先、川崎余裕があります、取ってアウト、2アウト。右バッターボックスは8番細川、これが3打席目になります。カーブはボール、ワンボール。第2球を投げた、ボール外れた、これはわずかに低いか。真ん中にストライク、ワンツーバッティングカウント、投げました、外れた、ボールボールカウントワンスリー。ワンエンドスリーから第5球を投げました、ストレート外れた、フォアボール。杉内今日2つ目のフォアボール。さあ初球、初球ストライクから投げました、チェンジアップ決まった、ストライク。さあ追い込まれました、取った、ファーストへ送る、アウト、スリーアウトになりました。杉内ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。8回の裏が終わって5対1、ホークス依然4点リードを保っています。ここでタイムです。山崎交番、グラマン今日5番手としてマウンドに上がります。いよいよ最終回を迎えました。この回のトップバッターはレストビッチ、直球もまずは内角、ファーストレストビッチ。さあ2球目、カーブ決まってストライク、膝元厳しいところ。さあ3球目、低め際どい、ボール、ワンストライク、ツーボール。バッティングカウントから投げました、あと打ち上げた、切れていきます。次が5球目、投げました、打った、引っ張った、ファウル。さあ6球目、スライダー、ボール、インコースへ、投げました、引っ張った、切れました、ファウル。ピッチャーに多く球数を投げさせています。外角低め、空振り三振。まずは先頭バッター三振に仕留めました。さあ1球目ストライク、膝元厳しいボール、まずは初球決めてきました。
外角チェンジアップ外れてボール、ワイドワン。第3球を投げた、スライダー決まってストライク、バッター追い込まれました。次は4球目、チェンジアップはボール低めへ、ツーツー平行カウント。打った、ボールを取った、一塁へアウト。バッターボックスはラストバッター大村、初球打ちました、レフト線フェアだ。バッターランナー一塁間ぶつけて二塁も狙うか、大村レフト線ツーベースを放ちました。今日3安打猛打賞の川崎、1番ショート川崎、低めいっぱいストライク、初球まずは入れてきました。初球ストライクから投げました、内角高め、判定はボール、ワイドワン。内角高めいっぱいストライク、ツーストライクワンボール。さあ4球目、打った、レフトボールを掴んでアウト、スリーアウトチェンジ。グラマン見事ピンチを切り抜けました。ここでタイムを取りました。杉内マウンドを降りまして、辻岡今日2番手としてマウンドに上がります。さあここは守備を変えてくるようです。第4球、この回は打順よく1番からの攻撃です。右バッターボックスはトップバッターの片岡、これが4打席目になります。第2球を投げました、アウトの直球ストライク、投げました、進化打ちました、ファールボール。次は4球目、打ちました、ヒット、ボールは中継、今日初めてのヒットを放ちました。第1球を投げました、スライダーストライク。さあ次の投球です、まっすぐ決まったストライク、藤岡追い込んでいます。投げました、ボール速球外れました、アウトコース際どいところ、打った、引っ張った。第5球を投げた、ボールストレート外れました、赤田集中しています。さあ6球目、打った、セカンド横2塁アウト、ダブルプレイ、ホークスいい守備を見せました。さあいよいよあと1人、第1球を投げた、外角高めいっぱいストライク、速い球できました。第2球を投げた、速球ストライク。さあ次が最後の投球になるか、打ちました、詰まった、ファールボール。投げた、インコース引っ張った、ファールボール。さあ投球5球目、引っ張った、切れていきます、ファール。さあ6球目、速球ボール外へ。第7球を投げた、打った、ファーストボールを掴んだ、一塁アウト、ゲームセット。今日のハイライトシーンをご覧ください。西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークス5対1ソフトバンク勝利という結果に終わっています。実況担当は川地直樹で西武ドームからお伝えしました。